丈夫、ウルドが。ルドガーとマックスウェルだけを呼び出したつもりなのだが、クランスピア社は信用できませんから意外にはっきり物を言うのだな、ドクター・マティス。人も精霊も維持しようなどという半端な理想を語る割には。二カ国の和平条約はなりましたよ。雨降って地固まるですね。わざわざのご報告痛み入ります、老園最初。一市民としても喜ばしいことです。なるほど、お前がビズリーか。確かに一筋縄ではいかない男のようだ。そういうお前が本物のマックスウェルか。エルのミラだって本物。ミラ・マックスウェルだ。さすが精霊の主、気ぐらいが高い。時空の狭間は安定したようだな。最後の道しるべが存在すると推定される分子世界の座標を転送します。残る道しるべの正体は判明しましたか。いや、だがこれまでと同じくタイムファクターを探せばカナンの道しるべが見つかるはずだ。ドクター・マティス一行が協力してくれればより確実に。ルドガーには協力します。僕自身の責任と理想のためにも。はい、動かされるのではなく自らの意志でね。己が意志に従う、それこそが人間だ。いい仲間を持ったな、ルドガー。うん、これが最後の道しるべ探しだ。敬意を表し見送らせてもらおう。ルドガーに期待しているのだな。当然だろう。クルスニクの鍵は最後の希望だ。オリジンの審判を超えるためのな。期待されてるって、代表自ら見送りとはな。食えないお方です、本当に。カラハシャールか、懐かしいな。思い出しますね、初めてお会いした時のこと。コンダクター、イルベルト。はい、シャール家で執事をしていた老園です。お久しぶりです。この野郎、いきなり何を。こっちのセリフだ。どうやって化けたか知らないが、ふざけるな。化ける、まだとぼけるか。コンダクターイルベルトは8年も前に死んだ。ああ、殺されたんだ。イゼマクシアの人間なら誰でも知ってることさ。ガイアス王が国葬で送ったんだからな。ローエンを殺した犯人は分かってるのは、遺体がエレンピオスのウプサーラって湖に浮かんでいたことだけだ。ウプサーラ、悪ふざけに付き合う気はない。さっさと逃げろ。私が殺されている分子世界とは。みんながエレンピオスを知ってて8年前に老園がってことは。ここは静止世界より数年先の未来なのでしょうね。ともかく老園が殺害されたという現場に行ってみよう。殺害現場はエレンピオスのウプサーラ湖だ。そのはずですが、自分の殺害現場を訪れるとは複雑ですね。誰もが羨む新商品が勢ぞろい
にもエルたちの埋めたタイムカプセルあるかな。なるほど、お屋敷まで確かめに行ってみましょうか。ルドガー、少しいいだろうか。突然だが、これを受け取ってくれないか。背負わずともいいことまで背負おうとする。苦労症の君にねぎらいの品だ。そこが君の良さと分かっているが、あまり無理をしないようにな。ここだったよね、タイムカプセル。はい、ドロッセル様の提案でここに埋めたのでしたね。掘り起こしてみるか。はい、この世界の人々を気遣う意味はないのでしたね。エルノも開けちゃうんだ。確かに私たちが埋めたタイムカプセルですね。ということは、この世界が僕たちの世界と途中までは同じ時間軸だったという証拠だよね。私の死が歴史が分かれたきっかけなのでしょうか。一国の最初の死、可能性は高いな。ローエ、この世界のドロッセルさんに会わなくていいの。やめておきましょう、せんなきことです。次もこの感じでよろしく。わーん、いってらっしゃい。ローエンは羊だったんだね。モコモコの服着てたの？ローエンがモコモコ？私は羊ではなく羊ですよ。おう、モコモコとは羊の毛のことか。羊、羊、あれ？カラハシャールの領主ドロッセルお嬢様にお仕えしていたのです。ルドガーさん、あなたは？エルも時々パパにお嬢様って言われてたよ。ルドガーはドロッセルに興味があるのか？それなら私が仲を取り持ってやろう。え？遠慮するな、お前とドロッセルなら年も似合いだしな。お待ちください、お嬢様のお相手となる殿方はこのローエンが見極めます。まずは私が作った256個の試験をすべてクリアしていただきましょう。固いことを言うな、私の紹介だ。紹介者も108個の審査を受けていただきます。合格ラインは107点です。な、精霊の主をそこまで試すとは。当然です、ドロッセルお嬢様はクレイン様に託された宝物、なんなら目の中にだって入れちゃいますよ。本物のお嬢様、すごい。
怪我はないか、エルファ。ミラさん、エルさんがもう一人のあなたを。分かっているよ、ロー。え？なんか。Thank you.